工場出入口口構内風景多土津工場は、香川県中田土郡多土津町にある四国旅客鉄道の車両工場である。多土津駅から西に向かって徒歩約15分ほどの距離に、JR 四国所有の唯一の車両工場として、同社の保有する電車、機動車、機関車、客車、貨車の総合的な検査、改造を等をはじめ、土佐黒潮鉄道所有の車両の受託検査等も、 言っているまた、現在の多度津駅から離れた場所に工場があるのは、初代の多度津駅に隣接する場所に建てられたためである。当工場で、整備済み車両の車体には、多度津港 TD の略号が記される。以下の車両が、港内に保存されている。このうち C58333 は、多度津工場で最後に、全般検査を受けた、蒸気機関車である。 保存状態が良かったため、民営化後に胴体復元の候補となったが、費用などの理由により断念された。アスベストを使用しているため、2005年以降の工場公開では、運転台が非公開となっている。以前は、下記の車両も保存されていたが、移設された。2009年2月、工場内の7つの建物が、経済産業省より、JR 予算線。 土産船の関連遺産の一環として近代化産業遺産に認定され、また2012年には国の登録有形文化財にも登録された。最古のものは1888年建築である。また、現在は食堂として利用されている建物は、元は西条海軍航空隊で格納庫として使用されていたもので、日本では数少ない現存する。 第二次大戦以前の格納庫でもある。公開時の様子毎年、10月の鉄道の日前後の週末に一般公開が行われている。この際には、多ド津駅から工場に通じる引っ込め線を使って、臨時のシャトル列車が121系連車、キハ58系機動車、キハ47型機動車などを使って運行される。多ド津工場までの間は、 多度津駅の構内とみなされるため、多度津駅発着の乗車券で乗車可能である。多度津駅を有効区間に含む隠しフリーギップでも乗車できる。多度津工場側にはプラットフォームはないため仮設の階段を使って乗り降りする。2009年5月23日にもさぬき鉄道開業120周年記念イベントとして一般公開された。シャトル列車には アンパンマントロッコが使用された。当工場は、佐ヌキ鉄道開業当時に、初代の多度津駅構内に設置された工場が発祥である。したがって、工場敷地は、初代の多度津駅跡を含んでおり、当時の駅舎に使用されていた鬼瓦と階段の手すりが工場内で保存されている。また、工場と多度津駅の間を結ぶ引っ込め線のうち、工場寄りの一部は、 佐ぬ鉄道当時の本線にあたる、浜田土地駅に関するカテゴリー、ありがとうございます。